福神チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、福神チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、マス通時の、ポジション取りのことについてね、ちょっと僕が考えていることをね、お話ししてみます。正しいとか正しくないとかそういうことじゃないです。僕の考えですよ。いつもね、動画を見ていただいている方はね、少々気づいている人もいると思うんですけど、結構マス通行ってるんですよ。マス通行ってるんですけど、私の動画用に前にバイクが走ってることってほとんどないんです。マス通行くとね、私はいつも先頭です、大体ね。はい、元ブログやってんのに先頭ってどういう絵面だよっていつも思ってるんですけども、いつも大体先頭を走ってます。この絵ですね、後ろにね、こう何台かを引き連れてね、こう先頭で走っているケースが多いんですけども、バイクの免許を取って、2年とちょっとになりました。なのでバイクのツーリングに行くメンバーの中で比較的初心者というか、いつもほぼ一番初心者ですね。はい、なんですけどいつも先頭で、昔はやっぱりリーダーが道も決めて、休憩ポイントも決めて、はぐれるかとか後ろのミラーを見てとかっていうことが、やっぱり大リーダーが先頭でっていうことだったと思うんですよね。で、最近はそのインカムっていうのがあるせいで、後ろとのね、連絡が結構ね、簡単にできる。しかも、つなげる台数も増えてるし、2チームとかでインカムで、4×4 とか8台とかで走ってれば、もうほぼね、つながってる状態なんです。そうなってくると、細かい連絡事項、例えば給油だったりペースだったりっていうのは、後ろの人からもう前の人と連絡を取り合えるんですよね。で、その道になんかも関しても後ろの余裕がある人たちがナビをつけててくれて、その人から、先頭に走ってる人、まあ、例えば僕が先頭に走ってれば、新さん次交差点左ですよとかってこう指示を飛ばしてくれるわけですよ。なので、先頭の人に対してはね、そんなにね、ストレスがかかることがなくなったんだと思うんですよね。それで、そう考えてくると、逆に先頭のいいところって自分のペースで走れる、ちょっとゆっくり走りたいところはゆっくり走るし、ね、軽快に走りたいところは軽快に走るで、後ろの人たちがそれについてきてくれるということなんですよ。まあ、後ろのメンバーの方がまあ力があるからね。で、まあ、例えばちょっとペースが速いよとかということであれば、後ろから、具体的にね、ペースがちょっと速いんじゃないっていう指示を出してくれたりとかするわけなので、そうなってくると意外と一番前がね、ストレスなく走れるかなっていうところもあって、僕はいつもね、先頭を走らせていただいている感じですね。ちょっと変わるんじゃないのかなと、このインカムのおかげで、マス通時のね、ポジション取りとかっていうのもまた一つ変わってくるのかななんても思います。うん、はい、というわけでですね、今回は、そのマス通のね、ポジション取りのあり方っていうことについてちょっと考えてみました。皆さんのね、考える参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。